新聞、明けぼの第一号、明けぼのは、1906年1月1日に、サコイン・タカユキ新により創刊された、日本初の展示新聞である。発行元は六校舎である。発刊理由は、視覚障害者に情報を届けたいと考えたためである。また、展示の普及も、目標とされた。第一号の紙面によると、第一号は、 約670部を全国に発送したとある。記事では、訓猛員の紹介、猛教育、猛人の生活や福祉、ハリアンの仕事情報、政治経済情報、海外情勢が取り上げられている。週2回発行。購読料は一部購読料込みで4000であった。私服は縦76.5横62センチメートル。発送料は無料。 経済的に困難を抱える、視覚障害者にも、新聞を手に取って欲しいと考え、購読料、発送料を安く抑えていた。名前の由来は、旧約聖書ホセア書第六章三節の、主は、明け物の光のごとく必ず現れいで、雨のごとく我らに望み後の雨のごとく、地を売る星多たもである。佐根城の死後は、妻の造庫が発行を引き継ぎ、1913年に、 廃刊したとみられる。その後、1919年に中村京太郎が明物を継承し復刊させた。1922年、中村が新たに創刊された、展示大阪毎日の編集主任に就任したことにより再び廃刊となった。今村造工の実家である福岡県久留米市の土蔵から明物第一号が発見された。ありがとうございます。